安の影響を受けてるんですよね。スプリームの低下が泥みたいな川に飛び込んでた時来てたよ、うん、してないしてない。評価下がるような情報言うな。なのでめちゃくちゃレアやと買い取りたい。こちらで、どうもかまいたちです。さあ本日は山内さん、はい、私の私服出張買い取り、以前もやっていただきましたよね。そうです、はい、業者の方に来ていただいて、その時にですね、まあ、この YouTube でも話しましたけど、はい、預けてたクリーニング屋さんから帰ってきてなくて、うん、出しそびれた、ポロ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 と何回かに分けて、そう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 遅れてきたんですよね。分けて帰ってきたんですね、はい、ほんで俺基本的にそのクローゼットうちの家そんなないんで、うん、ワンシーズン着なかったらもう断捨離するというふうに決めてるんで、はい、ちょっと着なかった服たちを心苦しいですが持ってきました、うん、なるほど、はいはい、それを今日も、出張買い取りしていただくそうです、ね、で、売上に関してはこの YouTube 部屋に、はい、必要なものを買うと。あ、違います違います、私のものです。そうやったっけ。そうやね、そうや、それはそうや、そう、はい、今回も来ていただきました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。ブリングから参りましたタミヤと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回なんか言われました、はい、出てから。いや、もう非常に好評で。あ、そうですか。もう友達からお客様から、あのうちの会社のメンバーからもみんなこうすごい反響を、すごいあったかいコメントを。いや、よかったね。よかったです。よかったよかった。そういえばひづめの指輪してたなって今思い出した。してるな、ひづめの指輪。多分してはった前も、多分、はい、本日もしてまいりました。お願いいたします。さあ、早速見ていただきますか。はいはい、いきましょう。で今回、うん、ちょっと値段的に納得いかないものは売りませんので、うん、なんやねん、何をそんな偉そうに渋って。視聴者プレゼントに回そうと思っております。売った方がええんか。それやったらさ。いや、なんでな、お金になるやん。いや、お金になるやんかじゃなくて、見てる方のね楽しみにもしましょう。なるほど、わかりました。はい、はい、ではまずこれからいきますか。はい、ではまずはこちら、はい、シュプリームのボックスロゴの、あ、結構新しめに出たカラーパーカー。はい、このパーカーのボックスロゴタイプは人気なんですけど、うん、この色が結構新しめだったんですよ、ね、確かこれがね人気だったはずなんですよ、うんうん、なんですけど着なかったんで、うん、着なかった。なんかね、こう仕事に着ていく時に、うん、やっぱメイクする時あるじゃないですか。はいはいはい。メイク落としたつもりでも、うん、メイクがちょっと残ってたらさ、着るときにさ、うん、ここら辺つくやん。こうつくね、ここ。そうそう、そういうのがあったら嫌だなって思って仕事の日着て いかなかったんですよ、うん、そして仕事の日着ていかなかったらほぼ仕事やったから着なかったんですよ。そうか、うん、っていうのでもう、じゃあ数回心苦しいです。ここ2021って書いてる。本当だね、2021モデル。2021年よりは後だと思うんだけど。でも2021って書いてて2021より後のことある、うん、いや俺は2021ではないとだけ言っとく。いや2021って書いてないから2021やろ、うん、じゃあこれちょっと鑑定してください。お願いいたします。お願いします。お願いします。大事に大事にわしづかみにせず。お預けします。お願いします。状態はいいはずやね。 あと偽物なんかありえないから俺の持ち物で。今じゃあこれ見てはるのはもう屈辱的なこと。屈辱的なこと。何品物を確かめてくれてんの。いや、それはプロの方ですよ。こんなんで偽物捕まされたらもう商売上がったりや。ボックスロゴはね偽物多いですもんね。そうなんや。非常に多いです。めちゃくちゃ多いよ。もう代表的なモデルなので、うん、もう一番多くで回ってもおかしくないですね。簡単そうですしね、作るのボックスロゴってなんか。もういろんなパターンの、まあ、スーパーコピーが出回ってるので。どこで買ったん、ちなみにこれは。これはもう正規ショップで買いました。まあ、じゃあ間違いない。間違いないですって言うんですよみんな。いや、その偽物持ってこられる方みんなそう言われるんですよ。偽物着ないです私。これ2021年なのかな。
いや2021年ちゃうのそら。はいはい、大丈夫です。お願いします。ではまず本物か偽物かどうだったでしょうか。そうですね、はい、まあ、まずあのバッチリ本物で。いやよかった、はい、さすが山本さん。怖い怖い怖い、はい、いや、多いんじゃない。ちなみにその2021っていうのは、はい、あの2021です。これそれはそうやろ。21の、それはそうやろ。21年の AW になりますね。秋冬で、でまあ裏起毛で、すごいあったかいもの、ね、なるほどね、はいはい、で山口さんがおっしゃった通り、あの新色といいますか、うん、で今まではもう少し薄めのグレーとかが多かったんですけど、うん、まあ、このカラーリングは、まあ、人気のあるモデルなんです。そうですよね。ちなみに買った金額は、買った金額は3万円ぐらいじゃないかな。定価がそんぐらいですよね。そうですね、定価がほんと3万ジャストぐらい。うーん、定価がまずすんのよ。するね、パーカー1枚3万、うん、いやだからこれもおそらくですけど円安の影響を受けてるんですよね。そうです、スプリの定価が。あ、そうなんや。海外の値段と日本に入ってきた時の値段変わっていくから。はあ、そう、あとは生地代だったりこう、うん、まあ、どうしてもコロナ禍を終わった後でもやっぱり素材代が上がってしまったりで、いろんなブランドさん値上げしてってるので、まあ、そういう影響が。なるほど、頼むよ。さあでは早速お値段の発表お願いします、うん、はい、はい、ではこちらの、21年 AW のボックスロゴパーカーに関してまして、うん、査定の金額は3万5000円で、おお、定価超えです。やった、5000円アップ。5000円アップやん。やっぱ人気やから、ね、もう堂々たるナンバーワン人気なので。そうなんや、はい、嬉しいわ。そういうことやね。はあ、しっかりしたもん買っとけば、うん、手放す時もある程度の金額になるんだよ。まあまあ着ててもそういうことやもんな。そういうこと、そういうこと。さあではセカンド鑑定いきます、はい、もう一度鑑定お願いします。おいや、もう一度鑑定なのかな。なんでもう一回鑑定するの。改めて、なんか下がったりして言えさあ次のいきましょうか。次はこちらです。これもパーカーなんですけど、うん、これ袋開けても大丈夫ですか、はい、そこは関係ないですよね、はい、何袋開けてもいいですかってことは、え、いや、これが買ってから来てないってこと。来なかったんだ。これがなんで。そうやろ、めちゃくちゃ欲しかったやつで、うん、俺が欲しかったのはこのスーパーヒーローって書いてるやつやねんけど、このパーカーのモデルが、これこれ、このスーパーヒーローって書いてるシリーズが、うん、もう結構一番最初にシュプリーム買い出した時に、うん、めっちゃかっこいいなと思って、でも定価があのプレネめっちゃなってて買えなかったのよ。でそれの新しいバージョンが発売されるってなって、うん、スーパーヒーローの買おうと思って買ってんけど、うん、これが多分販売された時期が夏とか、うん、なんかそのパーカーの季節じゃない時に、うん、販売になったわけよ。じゃあ寒くなったら着ようって思ってたら、うん、着なかったのよ。もう忘れてた。いやまだ着れるやん今後。いやもう次着るってなったら今年の冬やん、うん、もう1年経っちゃってんのよね。そうなると、あ、新作を着たいってこと。生意気な、うん、なんか1年経って着てなかったらもう生意気なバイバイっていうこと。これはもう間違いない新品です。そして絶対本物です。これお願いします。はい、スーパーヒーロー、シュプリームの最初の後ろの方消してスーパーにしてるってこと。ああ、シュプリームヒーローとスーパーヒーローが多分かかってんちゃうかな。うん、アンチヒーローでしたっけ。安泰ヒーロー。安泰ヒーロー、そうですね、あのスケートブランドで非常に老舗の有名なブランドとのコラボ、とのコラボですね。着たかったな。着れるやん、まだタイミングがな。キーな、うん、ほんまサラピンやで。ほんまサラピンですね、これは。買った瞬間に来たら、うん、めっちゃ着んねんけど、うん、カップラーメンとかでもさ、買って一回家に置いちゃったら食べないもんね。わかる？知らんわ。腹減って買って、その買った勢いでそのタイミングでなら食べんねんけど、うん、買って食べようと思ってたけど、うんうん、ちょっと一回置いとこうと思って置いたら、うん、食べないのね。知らん。
その感じなんよね、これも全然興味ないわ、どうでもいい。これもなんぼだったんだろう、定価の2万いくらで買いました、これも。はい、あ、来た。うん、まず本物か偽物かはもう全く問題なく、問題なく、そうです、はい、それはそうです、ね、びっくりするわ、なんで悔しがるんだもうしっかりまっさら、あの、まっさら新品ですね、はい、もう文句につけようないベストコンディションで、はい、で、お値段の方がですね、はい、こちらの22年 SS の、シュプリームとアンタイヒーローとの、コラボパーカーに関しましては、はい、もう今回新品なので、うん、ちょっとこう相場よりもさらにお高く値付けさせていただいて、はい、2万8000円おお、定価より上、定価を定価ぐらいじゃないですか、まあ、大体同じかほぼですよね、だけっていうぐらいなんですけど、よかった、すごいね、よかったです。1年間経過しててもやっぱ下がれへんねんな、そんなに。 SS ってことは春に発売されたんですね、はい、だから春にさ、うん、パーカーを売るからさ、うん、夏着ないわけよ、寝かさなあかんから、その、ね、寝てる間に忘れちゃうのよね。いやいや、着たらええよ思い出したんやから。ほんでその去年の冬着なかったから、うん、もう今年の SS がやってくるわけよ。そうなると1年経っちゃってんのよね。で新作じゃないから、今年の新作を着たいからもう着ないってこと。そう、名前島根から出てきたいやー、ど田舎人間がど田舎人間って何だって、島根ってあれやろ、戦後唯一人が減っていってるの。それ好きやな本当に、その情報ばっかり言うね。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。調子ええな、やっぱなんか。そりゃそうです。え、何これ、はい、あんま見たことないかも。次はこちらです。はい、これもシュプリームのジャケット。すごい柄やな、すごい柄やなって思って俺も買ったのこれ、うん、ほんで着てんのあんま見たことないけど、2回か3回着たかな。へえ、派手すぎて、うん、まあ確かにな、うん、ちょっと派手だなってなって、なかなか着るタイミング見失って、うん、確かに、うん、これでもあれじゃん、あのなんか川のロケの時に、うん、泥みたいな川に飛び込んでた時着てたやつ、うん、してないしてない、なんか評価下がるような情報言うなそんなロケでこんなん着てないね。違うかった。これもなんかね、シュプリームのこの柄したやつ人気やったから、うん、それの新しい感じでいいなと思って買ったやつです。すごいね、これはなかなか。逆に値段つかへんのじゃん、この着る人を選ぶというか、うん、そんなんはもう関係ない。いや、あるある、みんなが買うやつの方がもちろん値段高いから、うんうんうん、これはね、それ下がってるとは思います、派手やから。何ぼやったん当時。2万。あ、でもそれぐらいなんや、あのじいちゃんみたいなやつ、うん、え、違うかな、何ぼ定価わかります。こちらは定価が、2万後半、2万7000、8000円あたりの、はいはい、3万ぐらいってことですね。なるほど、はい、状態はね、絶対頑張ってテレビ局に着ていった時もテレビ局着いてすぐ着替えるやん、うんうんうん、で、帰り手に持って帰ったり羽織らずにしてるから、うん、もう実質着てる期間が50分ぐらいじゃん、トータル。トータル服買うて50分しか着んって何だはい、大丈夫です。はい、さあでは行きましょうか。お願いします。はい、ちょっと待ってください。本物か偽物か。いや、本物やって。こちらは本物です。びっくりした。こちらもです。はい、ではお値段お願いします。はい、こちらが21年の AW に出ました、うん、はい、シュプリームの、 そのこうヒポップアーティストのナズさんと、まあ、DMX さんっていうところのフォトグラフを、まあ、入れたデニムジャケットなんですけど、はい、はい、こちらが、お買い取りの方が2万円でやらせていただきます。定価ちょい下がり、うん、まあ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 、いやいや、すごいやん。いいんじゃないですか、ナズさん。そうです、ナズ、もう本当に何でしょう、レジェンド的なヒップホップアーティストで、いろんなブランドさんが
まあ、こうデザインといいますか、こうその方のポートレートをデザインに落とし込んで、あのリリースしてたりとかして、はい、もう一人が BMX さん、 DMX さん、はい、流行った自転車ちゃうね、まあ、もうここに乗ってる方ですね。はあ、そんな人だ。2万円いいですね、調子ええやん。いいよ。ガクンみたいなのないな。ないですね。さあ次、これは安いんちゃうか。これは思い入れあります。これはもうほんまに来てたな、ヘビロテやったからか次はこちらです。シュプリームのフーディットデニムパーカー。これは古着で買いました。もともと誰かが着てたやつを古着でヤフオクかメルカリかで買いました。これはじゃあちょっと出店元が怪しいな。いや、本物ですかって聞いたら本物ですって言ってました。みんな言うよそれ、偽物の人も本物ですって言う、言ってました。で、結構古いと思うこれは年代的に、うん、ただめっちゃ気に入って当時めちゃくちゃ着てた、何にでも合うし、どこにでも着てきてた、どこにでも着ていってた一回飲み会にも着てきててんけど、その時俺はちょっと戻したって、この辺袖とかだけ、そんな変な情報言うな、ゲロがついた服みたいな、ついてないですか、ついてなかったか、大事には着てました。ただこのスレ感、このデニムのスレ感、これのジャッジ次第ですよね。デニムってすれた方がなんか味出ていいとか言うけど、ことシュプリームに関してはどうなのかというと、ね、なるほど、お願いします。はい、中古でいくらやったんですか。中古で2万ぐらいで買ったんじゃないかな。定価が2万ぐらいなんよ多分、そんぐらいだからね、めっちゃ多分古いと思うね。だから全然類似品全く見たことないもん。これはでも偽物って言われてもえっていうだけですね。俺のタグチェックは通過したやつですけど、いやでもいい人そうやってんな、出品者の人。いや、悪者は悪者ふりせえ、やり取りした感じ。これもし分かったら年代とかも聞きたいっす。ずっと気になってたんで。はい、はい、大丈夫です。来ました。はい、本物でしたか。本物です。おー、よかった。本物は、これはちょっとな分かんないですけどね、うん、はい、まあ、山内さんがおっしゃった通り、あのだいぶ今回の中では古いモデルになりまして、14年、14年前、はい、2014年ね、に出ていたもので、やっぱりこう何度か選択をされているので、うんうん、あのタグの方がちょっとかすれてしまったり、まあ着用感ですね、うん、っていたところも、そういうの好きな人言ってもでも9年前やな。あ、まあそうか。こちらですね、はい、では査定金額の方お伝えさせていただきます、はい、こちらで12,000円です。おお、まだ1万は行くんだ。行くねや。もう今相場がほぼなくてですね、うんうんうん、まあ、そこが高評価につながったっていうところで、はい、な見ないっすよねこれ。ないですね、本当にないです。なのでもうぜひ買い取りたいですね、こちらは。あ、そうなんだ。ラインナップには入れておきたいみたいな。入れておきたいですね。今ちょうど売りたいです。時期的には。いいですね、はい、時期的には。あ、やるな。じゃあ次行きましょうか。見たことないなぁ。何？ダウン！シュプリームのすごい柄やな。めちゃめちゃこれもだからさっき見てもらったの柄シリーズで、うん、めっちゃ人の顔写ってるよ。めっちゃ写ってる。何の写真？何の写真か全く分からへん。今から皆さんをシュプリームの柄にしますのでって説明受けてるのかはい、集まってください。はい、撮りますよ。はい、今柄になってもいい方だけ集まってください、ね、柄が嫌だってことはちょっと離れといてくださいの瞬間へ顔捨てといてくださいこれもこれもう柄が好きやから買って、うん、やっぱねダウンを着ないのよね。暑すぎるんか、うん、とあとそのめっちゃ寒い時に、うん、外に出ない。もうおじさんは家にこもるからな。家にこもって、うん、それで着ないなっていうまま1年経過しちゃったんで今回出品しました。1回だけその那須旅行に、はいはい、去年行ったみたいな話を、うん、あの酒のつまみとかでもしましたけど、はい、那須旅行に着ていきました。あ、その時の防寒には役立ちました。だいぶあったかそうやもんな、うん、
めっちゃあったかい。これ光るんちゃうんかなこれ。え？違うんかな、ブラックライトみたいな。あのリフレクティブ。リフレクティブ素材。はい。なので反射で少し発光するかと思います。光れない。だから車に。反射？反射？反射。大丈夫。光り輝く方の。そう、ここに写ってる人が反射の反社会勢力の写真とかじゃない。そんな攻め攻めじゃないか。わかりました。お願いします。これは新品で買ったんですね、山内さん。はい、新品で定価で買ってます。定価も高そうやな、これ。高いと思う。何本したん？6万とか。もらいもんか？値段覚えてへんけど。もらいもんじゃない。こいつ一回レジェンド引っ越しサービスの鮫島さんからもらったなんか赤ちゃんだよ、ここで売ってたから。売ってない、売ってない。やめろ。レジェンド引っ越しサービスの鮫島さん、それ見てショック受けてたで。違う違う、鮫島さんのじゃないですからあれ。レジェンド引っ越しサービスの鮫島さんのやつやろあれ。レジェンド引っ越しサービスの下岡さんも言ってたで。フルで言うの名前、まあ、ちょっとね、季節的にはあれですけど今のうちに買っといて。M サイズが多いな、大きいの、シュプリームって大きい。あ、種類によってまたちゃうねん、うん、サイズ感が。だから事前にサイズ調べてから買わないと、とんでもない丈長いのとかあるから。へえ、俺も状態はいいと思ってます。定価は7万7000円。7万7000円って結構高いな。もらいもんか、素材入れてね。うん、そうですね、高額ですね。もらいもんじゃない。買ってんだ。買ったの、買ってんの、うん、はい、出た。本物でしたか。こちらも本物。はいはいはい、そらそら、なんで悔しがってんの。そらそうよ。こちらが21年の AW に、うんうんうん、はい、リリースされましたモデルになります。はい、でお買い取りの金額としては6万円を今回させていただきます。はいはいはい、1万7千下がりね。そうね、はい。ただまあ今このオンシーズンではないんですけど、それでもこの価格がつくっていうところが、まあ非常にこう価値があるところだったりしますね。当時こうニューヨークにまあシュプリームがあった時のこうまあ街の風景といいますか、ここラファイエットストリートっていうところにあった際のまあこうフォトグラフを入れてて、まあデザイン的に非常に人気なので、今でも6万円しっかり付けさせていただけるという。素晴らしい、ね、ナイス。飽きませんねこれは、みたいなないな。いや、ないよ、やっぱシュプリームもすごいな。間違いないの買ってるから。わかりました、はい。さあ次ラスト、ラストラストはこちらです。シュプリームのボックスロゴ、うん、バーバリーコラボ、バーバリーコラボ、これも今回手放します。そんなに値打ちあるやつなんですか。いや、超人気。うーん、バーバリーやから、バーバリー人気やん、まず、まあ、とシュプリーム、ハイブランドとのコラボで、でこのグレーカラーももう一番人気に近いし、ただこれもう本当にメイク つくのが怖くて全く着れなかった。1回か2回は着たかな。それでももうちょい着てなかった。もうちょい着てた。なんでそんなに、そのなんか価値を下げるような発言を。1回か2回やね。俺め着てるの見たことないやろ。いやー、よう見たけどな。よう着てないね。ようは着てないね。何回かしか着てないね。無人島ロケ行ってる時着てなかった。無人島ロケこんなええやつ着ていかへんね。タグも、うん、バーバリー。これなんぼしまんの。これは5、6万したんじゃないかな。パーカーで定価そんな感じだったと思います。でも着なかったんで1年間今回手放します。わかりました、お願いします。定価5、6万。定価5、6万したと思うよ。5、6万で買うた。5、6万で買うた。そりゃ新作出るたびにこんなバンバン買うってたらクローゼットパンパンになるわな、うん、そのシーズンオフの時にさ、保管したりクリーニングまあ出すやん。そのお金めっちゃかかんね。クローゼット入らないからシーズンごとに一回預けたりするんだけど、その時にクリーニング費用と預け費用を払うわけよ。それがもう膨大なお金かかるから、それだったらもう着ないなっていうのはどんどん手放していかないと。はい、はい、大丈夫です、まずこれも本物でしたか。これはもうバッチリ本物です。はい、ね、悔しがるな。もうすっごい悔しがって。今日もパーフェクトでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではお値段の方お願いします。はい、
こちらの22年の SS にリリースされたシュプリームとバーバリーとの、コラボパーカーですね、はい、まず先に定価は3万5000円ほど。あ、3万5000円だった。なんだ、まあ、コラボでもそこまで高くなかったっていうのもすごい良かったんじゃないかな。じゃあ俺プレミアで買ってたのか。そういうことちゃう、うん、そういうことやっとしとこう。あまりにも定価覚えてない、はい、でこちらが、査定の金額、はい、5万円で、おい、出させていただきます。定価より上だ。上だ。はあ、やっぱ人気なんですか。そうですね、少し切られててももう本当にこれぐらいつけれるぐらい、うん、へえ。でしょうでしょう。5万、5万円です。でかいね。今日めっちゃ高かったんじゃん。全体的にすごいね。全部俺がじゃあちょっと計算したろ。はい、トータルな。出ました。はい、本日のトータル、はい、こちら20万5000円。はい、助かった。いやそうか、ありがとうございます。タミヤさん的にもいい商品多かったですか。はい、もう非常に全部売れ線と言いますか、ね、今すぐ欲しい在庫が多かったです。へえ、ありがとうございます。いやいや、これじゃあもうウィンウィンですね。ウィンウィンです、うん、でお気づきだと思いますけど視聴者プレゼントはなしです。最低。何やったん。ごめんなさいね。言うなよ。なんか期待持たせてごめんなさいね。変な釣り。やっぱお金、お金大事なんで。変な釣りやな。今後も続けていきたいですね。服ね。服。言えたらでいいんですけど、それをお店でなんぼで売りまんの。言わへん。そんな言うわけないや。そう、お店に行ってみたらいいだけや。すいません。わかりました。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さあでは、はい、金額ですね。はい、お願いします。ありがとうございます。こちらお支払い金額の20万と5000円になります、はい、イエーイ。ニコニコ現金買取ですわ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。土日にこれが100倍になんで。これでもう完全に競馬に取り憑かれた男やからな。今から船橋やろうかな。今から行くんや。